怖っ。これ全部核廃棄物ってこと？そのようです。どうやら天然の地下洞窟をそのまま利用しているようですね。管理する気なんてさらさらなさそうだな。無造作に積み上げてるだけだ。錆びてんのもあるぞ。処理場とは名ばかりのただの廃棄場だ。ここはふざけんなよ。こんなのほっといたらこの島も周りの海もやべえじゃねえか。ごきげんよう、春日さん。ブライス、お久しぶりです。ですが残念ながら歓迎はできません。この島は選ばれし白のみが立ち入ることを許される神聖な場です。それをあなた方は土足で怪我した。それについちゃ弁明の余地もねえ。あんたをとっちめた後に教団からはいくらでも罰を受けるけど、ここで行われることを見過ごすわけにはいかねえ。それこそ真っ当にパレカナを信じてる人たちのためにもな。部外者が我々の信仰を語るとは、それこそ傲慢と言うべきではありませんか。いいや、こればかりは口を挟ませてもらう。てめえは他人の信仰を利用して金と力をかすめ取ろうっつうクソ野郎だ。金と力だけじゃねえ、命もだ。ブライス、てめえは高田の敵だ。あいつが白として満足して死んだんなら文句なんて言いやしねえけどよ、あいつの死に顔はそんなんじゃなかった。てめえはあいつの信仰心を利用して捨て駒にしやがったんだ。あいつには神さんもガキもいるんだぞ。それをてめえは。おお、ご友人に白がいらっしゃったのですね。それはそれは、しかし何とも残念です。その高田さんという方は白に認められたというのにまだ信仰が足りなかったようだ。ん？白ならばパレカナのために死ぬことは最高の誉れなのに、高田さんはそう感じておられなかったご様子。白の境地からは程遠い。パレカナ代表として嘆かわしい限りです。てめえ、トミ、分かってる。突っ走りゃしねえよ。茜さんが命からがらハワイに逃げ延びてやっと安心して眠れるようになったのはパレカナのおかげだったんだ。だから元々のパレカナには恩義を感じてる。施設の人たちには随分と世話にもなったしな。ああ、俺も炊き出しには何度も世話になった。だからこれからてめえの手からパレカナを取り戻す。本来のパレカナの姿にな。やれやれ、やっぱりあなた方は信仰というものが分かっていない。私が信者を利用していると言いますが、それが本来のパレカナと何が違うというのです？ネレシンなどという意もしない存在を信じて、信者にやれ功徳だの救済だのを説くことも、信者を騙していることに変わりはないのでは？いいじゃないですか。彼らは今もなおパレカナを勝手に信じて、勝手に救われて死んでいくんです。要は全て当人の問題なのです。それはある意味真理かもしれねえが、いよいよおめえをぶっ飛ばしたくなったぜ。まっ
全く同感だ。それに俺は地元愛なんて持ち出しちゃいねえつもりだったがよ、こんなもん見ちまった以上なおさらてめえはほっとけねえ。ふん、つくづくわからねえ。なんでてめえみてえなのがパレカナのトップに立てたんだ。心外ですね。これでも私はかつての代表に後継者と目されていたんですよ。かれこれ70年ほど前にもなりますが。本当、何歳なのこいつ。当時のパレカナというのは代表夫婦が慈善活動にそれはそれは熱心でしてね、歴代の中でも限りなく宗教色が薄い時代だったと言えるでしょう。しかし教団にはハワイが合衆国に併合される以前から永遠と積み上げてきた富があった。これに目をつけない方がおかしい。マフィアとしてはね。はっ、やっぱりてめえの根っこはそっちだったか。そっちもこっちもそんなに違いはありません。一つの心情や掟のもとに形成される絶対的な上下関係。今の説明、宗教の説明かマフィアの説明か、春日さんは区別がつきますか。そういうのを詭弁つんだ。そうかもしれません。しかし実際のところ私のパレカナ侵入は実にスムーズに進んだ。勝手知ったるものでしたよ。そういう組織での身の振り方はよく心得ていましたからね。教団内で信用を積み上げ次期代表と目されるまでに時間こそかかりましたが、ことは思惑通りに進みました。そこまでしたのはそんなにパレカナの金が魅力的だったってのか。金はあくまでオプションです。私の狙いは最初から一つ、ここ聖地ネレ島の存在ですよ。はあ、太平洋のただ中にあり外界から物理的に遮断された空間、さらにはパレカナという宗教団体が所有することで法的にも外部からの機密性が保たれている巨大な空間。この島は世界中探してもこれ以上ない理想的なブラックボックスなのです。あんた、それでこの島を核廃棄物の廃棄場に。それはこの島の活用法の序の口に過ぎません。この世界には世間の目から隠したいもの、遠ざけたいものがいくらでも存在します。それは国の中枢に近づけば近づくほど多く濃くなっていく。ものであれ、人であれ、情報であれ、何であれです。それら世界中の厄介なゴミをこの島があれば引き受けられるのです。あんたはそのしのぎをエビナに教えてやったんだったな。よくご存知で、ビジネスパートナーとしてエビナさんにもそれなりの餌を与える必要がありますから。そうして世界各国の中枢と秘密を共有することで私は彼らと分かちがたいつながりを手に入れる。要は弱みを握るってことだろうが、かっこつけた言い方しやがって。そうなった暁には
ハワイ裏社会のオーナーなどという呼び名すらさまつだ。私は世界にあまねく影響力を持つ。それこそ神に近い存在になると思いませんか。古代妄想もここまで来ると大したもんだよ。とまあ、ネレ島の価値がこれでお分かりいただけましたか。ですが、このことをまるで理解していない愚か者がいましてね。はあ？私が教団に侵入した時の先代代表ですよ。教団内で地位を上げ、私の次期代表はほぼ確実という頃、慈善活動に熱心な彼がとんでもないことを言い出しましてね。あ？ネレ島を売却し、得た資金をボランティアに充てるというのです。なんという愚かな考えだ。しかも売却の話は順調に進んでしまった。私は穏便に代表の座を譲り受けるつもりだった。しかし島が売却されてしまっては元も子もない。だから少々手荒な手段で教団をいただくことにしたんです。あれは実に痛ましい出来事でした。ですがきっと彼らの魂はネレ神が救済してくれているでしょう。そうやって他人を見下して利用してるつもりだろうけどな。はめられてたのはお前だったんだろ。だから偽物の代表の証なんてつかまされた。 But dear, I did want to talk about Bryce. てめえのうさんくささなんてとっくに見抜かれてたんだ。だからこそ先代の代表さんは遺書を残した。てめえの代表就任を認めないって内容のな。上っ面だけのてめえにはお似合いのアクセサリーだ。そんでラニなんて小さい子一人の始末に躍起になってんだからよ。さっきてめえが神様になるとか言ってたが、はっ、ちんけな神様もいたもんで。念には念をですよ。別に彼女を放っておいてもよかった。現に私がこうして全て包み隠さず話しても忠誠を誓う私の信者を大量に手に入れた。違うな。てめえは嘘がいつバレるか内心ハラハラだったんだろ。だからハワイ中のギャングを総動員するなんて大げさな真似をしたんだ。そしてそれが結果的にてめえを追い詰めた。ブライス、てめえはてめえ自身でボロを出したんだよ。そいつを引き出したのは何十年も前に真っ当にパレカナをやってた優しい人たちと、それにラニを必死で守ったアカネさんだ。ふん。話はここまでとしましょうか。これ以上あなたたちがこの神聖な場にいることはネレ神が許しません。はあ、これ以上は言葉の無駄です。ぶん殴って黙らせましょう。賛成だ。だな。ブライス！あなたたちにネレ神の罰と救済を。
って。私の可愛い子供たちよ、今こそ聖戦の時です。よし、腰抜けやろうが。覚悟、これはどう？て俺の番だ。全力で溜まって攻めますよ。よし、ついてこれっかよ。さて、いつでもどうぞ。消えてもらいます。おじけづきました。任せといて。はっ、よっ。ついてこれますかね。やるぜ。こいつで決まりだ。俺の番だな。何？来ない。もらった。いい酒。しろよ。性だけで何でも解決できると思わないことです。私の出番ね。覚悟、これはどう？て俺の番だ。行くぜみんな。お攻めますよ。行きますよ。腰抜け、うん、調子がいいぜ。行くぜ。腹ごしらえと。ありがとうございます。全力で行くよ。はっ、あなたの信仰を見せてください。ついてこれますかね。ガンガン行くぜ。全力で溜まって。行くぜ行くぜ。やっ、腰抜けやろうが。機嫌力だけでは務まりません。どうかお導きを。茶番は終わりだ。役立たずどもめ、そのくだらん命を私のために使え。はあ、みんな頑張って。ちょっと休憩。ありがとう、ありがとう。攻めますよ。行くぜみんな。おー
調子がいいぜ。やんのかい。ぶっ捕まえとけよ。相手してあげる。ほら来いよ。消えてもらいます。全力で行くよ。覚悟。これはどう？はっ！ついてこれますかね？かわせますかね？行きますよ。ぶちかまっ！腰抜き野郎が受けてみな。ありがとうございます。行くぜ行くぜ。ついてこれっかよ。任せといて。罰を与えましょう。攻めますよ。好機です。うっしゃ。狙いはそこです。了解。全力で行くよ。はあ。忍法分身の術私がいいぜ。全部備えとけよ。よし、ここであなた方は死ぬのだ。私の出番ね。参ります。ついてこれますかね。これを。ありがとうよ。ぶちかまっ。来なさい。ほらよ。ありがとうございます。消えてもらいます。よし、ついてこれっかよ。一息つきたい。やんのかい。ほら来いよ。覚悟。みんな頑張って。よっと。ありがとうございます。攻めますよ。いつでもどうぞ。罰を与えましょう。ガンガン行くぜ。ぶちかまず。ビビってんのか？こいつで決まりだ。よし。はあ。みんな頑張って。ちょっと休憩。ありがとうございます。俺の番だな。全部備えとけよ。行きますよ。ついてこれますかね。俺の番だ。全力でかまっ。私の出番ね。はい。ありがとうございます。終わりだ。何
地の底に沈めてやる。なっ、無理は禁物か。いつでもいいぜ。よっ、なんとかやっか。来なさい。回復しとくか。よし、やるぜ。こいつで決まりだ。うわ、あっ、気が乗らないね。覚悟はっ。やりづらいですね。ほら来いよ、あっちって。くっそ、上がらねえ。もらった。こんなのはどうだ。くらいな。おのれ、ゴミどもめが。この生意気な小僧めが。みんな頑張って。よっと。ありがとうございます。蹴散らしてくれる。俺の番だ。腰行くぜみんな。あっ、気づきました。調子が出ません。うわ、火の打ちどころがあります。さらに鍛錬の成果。また強くなっちゃう。これが俺の真骨頂。吸収が早いのよね。調子だぜ。終わりだぜブライス。この処理場なんてお世辞にも言えねえゴミ捨て場の実情を政権に公表させてもらう。その程度でこの計画が頓挫するとでも思っているのか。はあ？このビジネスは世界各国の核廃棄物を排出する国々との提携で成り立っている。ここでの不祥事はすなわち各国政府の失態だ。そんなことを連中が許すはずがないだろう。こう言えばわかるか。私には各国政府という強大なケツ持ちがいるということだ。なんだよ、ここまで来て無駄骨だってのか。おあいにく様だけど、そのケツ持ちの一つが裏切るみたいよ。え？じいちゃん。はい、皆さんどうもこんにちは。あや、日本は今こんばんはかな。ゲリラ配信失礼します。タタラチャンネルです。ぜひゲリラやってるぞって周りに拡散してくださいね。見えてますか皆さん、このドラム缶の山。実は今私ハワイにいるんです。しかも今話題のブリーチジャパンによる核廃棄物処理プロジェクト、そのまさに処理場ど真ん中に来ているんです。聞こえなかったのか。ネットで拡散しようが、こちらのバッグにはそれをもみ消すだけの力がある。確かブリーチジャパンの海老名氏の話によると、廃棄処理は元ヤクザさんを雇用して厳重な安全管理のもと行われるって話でしたよね。でも皆さん、これ見てどう思います？ここほとんど天然の洞窟そのままで、地表からもそう深くないんですよ。そんなところに各
のゴミを詰め込んだドラム缶がこんな野ざらしにされてるんです。しかもあそこにいるのはほら、皆さんニュース見ました？ハワイ側でプロジェクトを協力するボランティア団体パレかな、あ、でしたっけ、あれの代表さんじゃないですか？ブライスさんですよね。あなたがここにいるってことが、ここがハワイの処理施設だってことの証拠だと思うんですけど、この状況どう説明するんですか？沈黙は金なり。よく心得てらっしゃる。では別の方からコメントいただきましょうか。何？もしもし、聞こえますか？はい、聞こえます。誰だ？よかった。ではお名前伺えますでしょうか？私、富士宮和成と申します。富士宮グループの会長を務めております。な、富士宮ってじいちゃんの？なんとなんと、富士宮グループの会長さん、日本経済界の超大物じゃないですか。わざわざご出演いただきありがとうございます。そんな富士宮さんにご出演いただいたのは他でもありません。ブリーチジャパンの核処理プロジェクトに富士宮グループも参加しているからなんです。そうですよね？はい、当グループ参加の富士宮海運はこのプロジェクトにおける廃棄物の海運部分を担っています。なるほど。では富士宮さん、今ご覧になっているこの光景についてはどのようにお考えですか？信じがたいというのが率直な感想ですが、事実であれば関係各所へしかるべき対応を行います。本件の重要な関係者として富士宮さんご自身の責任も問われるかと思いますか？おい、ちいちゃん。それは当然のことです。私自身もしかるべき処分を受けるつもりです。その言葉に嘘はありませんか？無論です。ありがとうございます。ブライスさん、富士宮グループ会長さんはこうおっしゃってますよ。これだけの大物がこう明言されてはうやむやにするのは難しいと思いますよ。ぐっ、千歳のやつ、なんつうやり方でブライスを追い込みやがった。自爆みてえなもんじゃねえか。私も少しは役に立たなきゃね。日本を立つ前の夜、実家に帰ったの。そこで全部これまでのことを打ち明けて、こんなことに加担してまでお金儲けしたいのかって大喧嘩。そんで今に至るってわけ。じいちゃん。そんな顔しないでよ。もう一つやらなきゃいけないことが残ってるんだから。は？うん、映ってるね。おい、じいちゃん。今日のゲリラ配信ではもう一つ大事なことをお伝えしたいと思います。それはこのチャンネルの行ってきた罪についてです。タタラチャンネルは、私富士宮千歳は数年前から市場の方々を対象に事実とは異なる映像をでっち上げ、意図的な印象操作を行ってきました。私自身が素性を暴露されることを脅されてのことですが、それによってやったことが正当化されるとは思いません。この場をお借りして、皆さんと多大なご迷惑を
かけした方々にお詫びいたします。本当に申し訳ありませんでした。ありがとうね、一番。一番があの時家出しようって言ってくれたから、逃げてもいいんだって言ってくれたから、私は自分の人生と向き合う覚悟ができた。私はもう逃げない。家のことからも自分のことからも。じいちゃんはでしょ。ブライス、これでてめえも終わりだ。今さらジタバタすんじゃねえぞ。バカが。あ？バカがと言ったんだ。貴様らはこれでいいことをしたつもりか。逆だ。この計画は世界中から求められていたことなのだ。もちろん日本からもだ。核のゴミという厄介者を世界中から引き取り葬り去る。この偏僻な島一つを犠牲にしてな。誰もが心の奥では願っていたことを私が叶えてやったのだ。必要悪としてな。勝手抜かすなこの野郎。計画が頓挫して行き詰まるのは私じゃない。原発の恩恵に預かっておきながらそのリスクは背負わない身勝手なお前ら全てだ。これから先私という必要悪がいなくなった世界でお前たちがこの現実とどう向き合うのか見ものだよ。心配すんなプライス、人間はそんなヤワじゃねえ。どんなしんどい状況でもその中でなんとかやってくもんさ。どうだかな。私は空の上から、いやこの地の底から見物させてもらおう。あっ。一番てめえに知られちゃ困るんだよ。何のつもりだ。この汚れた地の底に沈まれたら簡単に死体を引き上げることすらできねえ。ドラム缶を全て引き上げるまで死んだお前に睨まれてたら気分悪いだろうが。きっと俺はな、約束しちまったんだよ。死んでちゃんちゃんなんてな認めねえ。てめえみてえなクズをかっこよく死なせるわけにはいかねえんだよ。のボケが。一番。一番。終わりだ、ブライス・フェアチャイルド。千歳のおかげでもうお前に逃げ場はねえ。俺がきっちり警察に突き出してやるよ。俺たちの仕事は終わったな、カズガ。いや、まだ終わりじゃねえ。